で、いや緊張する。はい、ではあなたハンドアウト1の導入となります。どんな子ですか？どんな子ですか？どんな子ですか？頭がいい子です。あ、いいですね。頭がいい子ですね。はい、頭がいい子です。はい、わかりました。ちょっと余裕がない子です。わかりました。いいですね。はい、じゃあキャラクター紹介とかしなくていける感じですか？しときます。あ、キャラクター的にはまあ飛び級で入ってます。はいはい、はい、で、ゆうりさんのキャラクターのまあ態度とかにはちょっと頭を悩ませてはいたりするんですけれども、まあ、言ってることはね、基本的に正しいことしか言ってこないので止めることはしないみたいな。はいはいはい、そんな感じのキャラクターです。はい、いいですね。わかりました。よし、それでは、ハンドアウト1の導入、個別導入を始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。年季の入った蓄音機から壮大な音楽が流れている。ニコロ・パガニーによる24のカプリース、その最終曲。このバイオリンの旋律が好きだと話してくれたのは誰だっただろうか。そんなことを考えながら、あなたは目の前の光景をただ呆然と見ていた。床は真っ赤に染まり、自分のすぐそばには人間が転がっている。鉄臭い中にほんの少しだけ油の香り。そして、こちらに近づいてくる何者かの姿。窓の外は土砂降りで、雷の光がその手元を照らした。その機械の手はあなたに向けてナイフを振り下ろし、そして、何かに締め付けられるような感覚。息苦しい。けれど、どこか暖かい。目覚ましのアラームが鳴る。嫌な夢を見た。この夢を見るのはもう何度目のことだろうか。悪夢を見たことによってあなたは3チェックです。メインで振って大丈夫です。はい、はい、成功0です。あなたはアラームを止めようと手を伸ばすが、別の手が先にその時計に手を置きます。大丈夫か？すごい汗だな。ああ、まあな。そこにいたのは見慣れた姿、赤星東也だ。黒田と同じ捜査一課に所属する彼は、今度からあなたと同じ課に所属することになっている。あなたがこの家に来た頃からここに出入りしており、黒田が忙しい時はよくあなたの面倒を見ていた。そういえば今日は警視庁に向かう日だったとぼやけた頭で考える。なんだか今日は寝起きが悪く、少し頭痛もする。時刻を見れば11時を回ろうとしていた。寝坊してしまったようです。おい、早く起きないと遅れるぞ。黒田さんは先に行ってるって。分かった。それにしても今時はアナログのアラーム時計なんて使ってるのお前と黒田さんぐらいだよ。今はどの家庭も家庭用ロボットが人間様の睡眠管理をしてるからな。じゃあ先に車出しとくよ。朝食、いや、ああもう昼食か。食べたら来いよ。わかった。あ、ではそう言って赤星は出ていきます。あなたは体を起こしリビングの方へと降りてくる。そうですね、ここで軽く家を見ることができます。そうですね、うん、気になるのは机とテレビと床ですね。うんうんうん、いやまず机から見ましょう。はい、では机の上にはラップがかけられた朝食が置いてあります。近くにメモが置いてあり、メモには朝食は少しでもいいから食べること、先に言っていると達筆な字で書いてあります。黒田の字ですね。うんうんうん、
どんなやつですか？そうですね、スープですね。スープとパンが置いてあります、うんうん、スープとパンが置いてある、はい、じゃあレンジに持って行ってチンをしましょう。はいはい。ではレンジでチンをして温かいスープを飲み、あなたは朝食を得るでしょう。ただテレビと床が気になるかな。うんうん。じゃあまあテレビをつけて。はいはい。ではテレビをつけてみれば、ちょうど朝の番組が放映されています。どうやら昔のアニメの再放送のようだ。大きな機体のロボットが怪物と対峙している。アイデア触れますよ。ん？これだから嘘だろ、これだからお前はこれだからお前は本人がねいらっしゃるけどねそうですね、じゃあ思い出せないし、じゃあそうですね、ご飯を食べながら見てたんですけど、ちょっとぼーっとしてたんでしょうね。スープが手にかかって、うんうん、あっつってなりますね。あっつ、あ、まだ寝ぼけてるようだ。うん、じゃあじーっと床を見ましょう。はいはい。まあ多分床に壊れちゃったから一緒に見るんでしょうね。じゃあ目星触れますよ、うんうん、おい、お、いいですね。ではあなたは見覚えのない謎の部品を見つけました。形状はネジと、ね、似ているが、どこからか取れたんだろうかと感じます。これに対してさらに機械修理もしくは電子工学が触れます。あー、出た出たよ、出ましたね出たよ、出ちゃったね。こんなん、この何でしたっけ、機械修理と機械修理か電子工学。電子工学なんか1しかねえよ機械修理は機械修理はまだ親からもらった。機械修理は20か、はい、当選。あー、惜しい、無理です。逆だったらな、全くやる気がありませんじゃあ分かんないですね。とりあえずネジがあります、うん、ね、ネジっぽいも何かですね。うん、じゃあそのネジっぽい何かはとりあえずポケットに入れましょうかね。わかりました。ではリビング内はこれぐらいかな。はい。ではあなたは朝食を終え、外で待っている赤星の元へと向かうでしょう。外に出れば小雨が降っていた。今の季節のこの地域は肌寒く、あなたは思わず身震いをする。そんな様子を見て赤星が車の中から声をかけてきます。おい、早く乗れよ。おう。ではあなたは助手席に乗り込めば、目的地はどちらですか？そう機械音声が鳴る。警視庁へ。赤星がそう答えれば車は自動発進します。ここ数十年で科学はかなり進歩し、自動車さえも自動運転は珍しいことではなくなった。車はそのまま都内を走っていく。車窓から見える街の景色はいつもと変わらず、高層ビルが立ち並び、その下では傘を差した人々がアンドロイドを連れ歩いている。霧も少し出ているようだった。テルキー、乗車どうだ？ずいぶん寝苦しそうだったけど、また昔のことでも思い出してたのか？あの夢をまた見た。ああ。ま、そう簡単に忘れられることじゃないよな。何かあればすぐ言えよ。相談くらいは乗るから。まあ、ありがとう。ああ。それに今日はこれからお前と捜査を共にすることになるアンドロイドとの顔合わせだからな。切り替えとけ。俺も初めて見るんだ。どんなやつなんだろうな。アンドロイドなんだよ、緊張してんのか。いや別にまあ今やアンドロイド、ボイドは警察にまで起用されてる。いくら係長の息子だからといって組織に逆らうわけにはいかないからな。分かってるよ。あ、いい子だな。そんな話をしながら外を見れば、やがて警視庁が見えてくる。そしてその向こうには人気は目立つ大きなビル、リボット社が見える。
約20年ほど前、家庭用ロボットを販売してから業績を伸ばし続けている会社だ。今や知らぬ人はいないだろう。アンドロイドは人々にとって生活の一部となったのだから。あなたにとっては縁がない会社だったのだが。あなたは今日の未来を見据え、さらに憂鬱になるだろうか、それともこれからの生活に何か期待を抱くだろうか。ふと車からラジオの音声が流れてきた。東京都の皆さん、こんにちは。10月15日12時ちょうどお伝えします。今日も張り切って生活をしましょう。では今日の運勢から。毎日やってる占い番組だ。あなたは何の気なしにそちらに耳を傾ける。そしてそして本日の最下位は、残念、双子座のあなた。厄介な出来事に巻き込まれちゃうかも。十分注意して過ごしてくださいね。ラッキーカラーは赤。ラッキーカラーは赤ね。おお、俺がそばにいるからちょうどいいじゃん。うん、確かに赤だわな。って言うと、あの髪を刺してますね。やがて番組苦笑いをしますじゃあまあいつものことなんで、にかりと笑って前を向いてますね。やがて番組は切り替わり、ニュース番組が始まった。最近はアンドロイドによる殺人事件とアンドロイド破壊事件の話題で持ちきりだ。そんなニュースを聞いていれば、車は目的地である警視庁に到着した。これから自分と活動するボイドとはどんなアンドロイドなんだろうか。少しの期待と多くの不安とともに、あなたは足を踏み入れる。といったところで、あなたの個別導入は終了です。ん？はい。では、ですね、画面を閉じて、ココフォリアは閉じて、サブ用でお待ちください。で、ゆうりさん呼んできていただけると嬉しいです。はい。お願いします。はい。押して、よし。はい。はい。では、そうですね、自己紹介をしていただけますか？はい、はい。あ、はい、はい。声優、ボーカルの結崎ゆりです。ハ、はい、ンドアウト2、新型アンドロイドということで、ニオハという名前の、これはホイチにつけてもらったんですけど、こちらのキャラクターやります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、ハンドアウト2、あなたの個別導入となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。うっすらと目を開ける。そこは薄暗い実験室のような場所だ。自分は何かの台に乗せられており、周りには見たことのないような機器類が並んでいる。そしてあなたは白衣を身にまとった人間たちに囲まれていた。彼らは一斉にこちらに目を向ける。その視線は冷たく、そして気味が悪いとあなたは感じた。その集団の中央、ひときわ冷たい目線を向ける男は、あなたと目が合うと、実験は成功だ、そう言い放った。聞き耳をどうぞ。メインで振って大丈夫です。おーい。耳。持ってない。あー、残念。はーい。まあ、男が何かつぶやいた気はします。しかし内容までは聞き取れませんでした。うん。そして男はあなたに手を伸ばす。その手は冷たく、どこか無機質だ。そう思いながらあなたは目を閉じた。あなたは再び目を覚ます。どこまでも白く続く広い空間にあなたはいた。白い椅子に腰掛けており、目の前に同じように椅子に腰掛けている男がいる。この光景を見るのは何度目になるだろうか。男はあなたに話しかけてくる。やあ、こんにちは。また会ったね。なんだか顔がこわばっているようだけど、怖い夢でも見たのかな。これ夢って自分は分かってるんです。あ、分かってていいですよ。怖い夢も何も、
ここがその夢の中だと思いますが。ああ、その通り。怖がることもないし、この空間の中で君を傷つけるものも何もない。さあ、早速今日も話をするとしよう。何？単なる雑談さ。まあいいでしょう。それで、今日は何の話を？そうだね。最近の調子はどうかな？確か君は今日から本格的に活動を開始するんだったね。そう聞いています。うんうん。それでどうかな、調子は？調子といっても別に普段と変わりありません。そうか。科学が発展した今の社会では、君たちボイドは警察の捜査まで任されるようになった。目まぐるしい進化だよ。数十年前まではアンドロイドが生活の地盤に関わるなど考えられなかったんだけどね。そうだな、こんな話をしよう。以前テレビで面白い話題が取り上げられていてね。日本の都心の人々の外出率は昔に比べて 10% も低下したらしい。リモートワークが主流の会社が増えたことや、インターネットが以前よりもさらに普及されたこと、若者の間では仮想空間が流行していること、理由はいくらでも考えられるが、やはり一番の理由はボイドの存在だろうね。アンドロイドは買い物に配達、はたまた幼稚園児の迎えまで任されている。はがき一枚ポストに入れるのだってアンドロイドの仕事だ。まあ今は手紙も珍しくなってしまったけれど、費用削減のためにアルバイトを雇わずにアンドロイドを使う店も増えてきている。そのテレビの映像ではアンドロイドがアンドロイドから商品を受け取っていた。それを見た学者が言ったんだよ。いつかこの世界は人間を必要としなくなるのではないかとね。さて君はどう思う？この世界に必要なのは人間か、それとも君たちか？愚問ですね。我々は人間のために生み出されています。ですから、自活できるからといって、そのための人間がいなくなってしまったら、我々に存在意義はありません。それは人間の真似事をしているアンドロイドが、永遠におままごとを続けるだけに過ぎません。うん。なるほどね。おや、少し話しすぎてしまったかな。そろそろお目覚めの時間のようだよ。どこからかあなたを呼ぶ声が聞こえる。あなたはゆっくりとその瞳を閉じる。視界が闇に包まれる中、目の前の男がこのようにつぶやいたのが聞こえる。諸君は選択を迫られているのだ。科学技術による勝利の可能性か、それを放棄することによる確実な敗北かを。かの有名な SF 小説家アイザック・アシモフの言葉さ。私は見守っているよ。君たちがどんな選択をするのかをね。BR800 聞こえる？おかしいな。まさか機体に何か。黒田さんに怒られる。目を開けるとそこは警視庁の見慣れた室だった。目の前にはあなたのメンテナンス担当係である青木レイトが少し焦った様子であなたを見ています。ああ、目覚ました。おはよう。調子はどう？おはようございます。そんなに焦らなくとも、いつも通りです。ああ、そうだよね。よかった。今日何の日かちゃんと記録してあるよね。君のパートナーとの顔合わせなんだけど。はい。今、その彼がこっちに向かってるって。黒田さんも来てるし、俺たちもそろそろ移動しよっかなって。わかりました。よかった。じゃあ、行こうか。はい。青木がドアの前に立ち、モニターに目を合わせればドアが開く。どうやら網膜認証システムが導入されているようだ。あなたたちは揃って
そのまま廊下に出る。なんか最近署内のセキュリティも厳しくなってる気がするんだよね。まあ君には関係ない話かもしれないけど。まあ我々のでも網膜認証システムはいただけませんね。ゴーグルを外さないといけないじゃないですか。そうだね。うん。何か事件でもあったんですか？いや、ないよ。いえ、セキュリティが厳重になっているというのは何か理由があるのかと思って。なんてかな。僕もわからないっていうか。そうですか。その、今日は天気いいね。はあ。あなたに気を使ってるようで、彼はそんな話をしてきますが、あなたのネットワークからの情報は、今日の天気予報は曇りのち雨であることがわかります。本日の天気は曇りのち雨ですが、どこを見て天気がいいと言ってるのですか？何かの比喩表現ですか？ごめんなさい。うん。別に謝る必要はないですが。そっか。それとも、私に嘘の情報を流している。違う。そんなことはない。そんなことはないよ。ほら、いらない心配かもしれないけど。大丈夫だよ。今日の君のパートナー、新人みたいなんだけど。でも、黒田さんの推薦らしいから、安心していいと思う。うん。新人ですか。まだこの携帯が導入されて2年くらいしか経ってないから、Android に否定的な人も多いけど、いつか認められる日も来るだろうし。まあ、そうですね。ところで、何？メンテナンスの結果は問題ないのですよね。うん、もちろん。何かあった？いえ。その、胸部に傷もあるじゃないですか。ああ。でも、君の性能自体には全く問題はないよ。うん。であればいいのですが。大丈夫。あと、安心してね。ほら、警察のボイドって、適当に人に配られるわけじゃなくって、その人の今までの経歴とか趣味思考とか、あとは心理テストなんかの結果も反映して、人工知能がユーザー適合率、相性を測ってくれるんだけどね。ほら。そう言いながら、青木があなたの端末に触れます。すると空中に小さく映像が映し出される。そこには、ハオミ・テルキという名前とあなたの ID ナンバーが並べられており、その下には適合率 100% と表示されています。なるほど。すごくない？僕、100% なんて見たことなかったからさ。俺も驚いたよ。でも人工知能は嘘をつかないし、きっといいパートナーになれると思う。うん。そうですか。うん。青海。うん。この部屋だね。こっち。はい。そんな話をしながら歩いていれば、待ち合わせの室にたどり着いた。まだ他の人間は来ていないようだ。よし。登録の前に、一旦シャットダウンをするね。おやすみ、BR800。おやすみなさい。あなたは再び目を閉じた。次目を開けるとき、あなたの前には、青見てる気がいるのだろう。彼はどんな人物なんだろうか。そう思考を巡らせていれば、やがてあなたの意識はシャットダウンする。といったところで導入終了です。はーい。はい。ではですね、画面は閉じていただいて、アルトさんを呼んでくるのでお待ちいただいていいですか？呼んでいきます。はい。で、よし。
ありがとうございます。テスト助かります。ではですね、ペア導入のお二人、ハンドアウト1とハンドアウト2のペア導入となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。午前12時半、警視庁の廊下。ハオミさん、あなたは他の刑事とすれ違いながら、赤星と共に警視庁の廊下を歩いています。すれ違うたびに視線を感じるのは、自分が彼らから見れば見知らぬ顔だからなのか、それとも最年少で今一番世間を騒がしている事件の担当になった有名人だからなのか。赤星は気にするなと言いながらあなたを誘導していきます。やがてある一室の前までたどり着く。入り口には網膜認証システムが導入されているようで、赤星がモニターに目を向ければ扉が開く。中に入るとそこは殺風景な部屋だった。黒髪の50代ほどの男性と青髪の目の下にクマがある男性がいます。そしてその中央にはあなたのパートナーとなるのであろうアンドロイドがいる。来たか。そう言ってあなたを見たのは、公安局刑事課アンドロイド捜査係の係長でもある黒田八代だ。見知らぬ顔もあるだろうが、メンバーはこれで全員というわけではないのでな。自己紹介は後に回す。青木、説明してくれ。はい。青木と呼ばれた男は前に出て説明を始める。この子があなたのパートナーとなるボイド。型番は BR800 です。チューリングテストをはじめとしてあらゆるテストを通過した最新型のモデルで、操作に役立つ機能はもちろん戦闘にも秀でています。機体も頑丈で、防水加工もされているので、多少のことでは壊れないんですが。そう言いながら青木はアンドロイドの後頭部を刺す。人間でいう海馬に当たる部分にあるこのチップ、私たちはこれをスタックと呼んでいるんですが、これが壊れてしまうと中のデータも消えてしまうので気をつけてください。はあ。あとこのモデルは内部にバッテリーがあるので充電は基本必要ありません。他にも機能がありますが、説明すると長くなりますし、実際一緒に活動した方が分かりやすいかと思います。ここまでで何か質問はありますか？もう食事とかは不要か？そうですね、食事も不要です。でも食べられはしますね。はい、まあ何か分からなくなったことがあったらまた聞こうと思います。わかりました。あとご存知かとは思いますが、今の警察では警察官1人につき1体のボイドの所持が義務付けられてます。そして捜査を始める前に登録が必要で。そう言いながら彼はアンドロイドに向き直る。 BR800 起動して。そう声をかける。ではここでミオハさん、あなたは目を覚まします。目の前には歯を見てる気がいます。登録の際はですね、ボイドの手のひらと自分の手のひらを合わせて名前を呼んであげてください。それで登録が完了します。 BL800 手を出してくれる？おはようございます。よろしく、マスター。じゃあ、ハオミ君は、そう、名前を呼んであげて、手を合わせてあげて。ミオハ。では、あなたは自身の手を合わせ、名前を呼ぶ。すると、ミオハはあなたをまっすぐ見る。そして、あなたの機体内では、機械音声が鳴ります。システムチェック開始。
システムデータベースへ接続中、ネットワークへ接続中、ユーザーベースへ接続中、ユーザーの登録を開始。歯を見てる気、公安局刑事課、アンドロイド事件捜査係所属、ID4835126、ユーザー登録を完了しました。その光景をこの部屋にいる誰もが見守っていた。登録が完了したことを察した黒田が口を開く。うん、登録できたようだな。これで君たちは今日から警察組織へ仲間入りというわけだ。おめでとう。他のメンバーとは、ああ、よろしくお願いします。他のメンバーとはこの後ドロカの本部で顔合わせをする予定だが、しかしそれまでまだ時間があるな。ミオハの増査チェックも兼ねて2人で近辺を歩いてくるといいだろう。登録が済んだとはいえ自己紹介も必要だろうからな。わかりました。ああ、じゃあこの近くなら公園とかあるぜ。そこら辺がいいんじゃないか。じゃあひとまずブラブラ歩いてみようとしよう。ああ、行ってらっしゃい。じゃあ行こうか。了解しました。ではあなたたちは警視庁から外へと出る。幸い雨は止んだようだが、天気はあいにくの曇り空で今にも降り出しそうな雰囲気だ。あなたたちはそのまま近くの公園へと向かう。外にはアンドロイドと共に手をつないで歩く子供やランニングをする男性、それについていくアンドロイドなどがいる。こんな光景もアンドロイドが世界に普及した今では珍しくなくなった。うん。まあ。はい。青見てる気だ。よろしく。よろしくお願いします。私は。名付けたのはあなたですから、名前の紹介はいらないでしょう。BR800-4835147 です。ミオハでいい。構いません。あなたは、はい、いいよ、喋んな。あなたは署内でも最年少だと伺いました。らしいな。うん。どういった経緯でアンドロイド事件捜査係に？ああ、調べたいことがあって。そうですか。それを調べるにはここが一番早かった。なるほど。その目的は私が聞いてもいいものですか？別に。そうだね。昔、ちょっと事件にあってね。巻き込まれたって言った方がいいかな。はい。未だによく真相が分かっていないんだ。その事件を追うために公安局の刑事課に来た。いや、アンドロイド事件捜査係に来たということですか？ああ、そうだよ。そうですか。あ、そういえば
一つ尋ねたいことがあるというか、一つ仕事じゃないけれども。仕事じゃないことを私に尋ねて回答できるかは分かりませんが、何ですか、うん、じゃあポケットからガサゴソとガサゴソとやって、これ何の部品か分かる？部品？ではですね、機械修理が電子工学触れますよ。はい、メインでいいですか？あ、メインでいいです。これは機械修理。お、素晴らしい、いいですね。ではですね、それはボイドの部品だということがわかります。これは我々ボイドの部品ですね。ボイド？はい、聞いたことはありますよね。当然我々アンドロイドの、リボット社のアンドロイドの総称です。ボイドの部品？はい。なぜあなたがこれを？いや、家に落ちてた。家に？ああ、では家にあるボイドの部品なのでは？家にボイドか。いるでしょう、一体や二体。そうだな。うん。どこの部品かは分かりますか？そこまで分かんないかね。いわゆる汎用性なネジとかそういうのだと思ってもらったら。はいはいはい。すまない、ありがとう。いえ。ではお返しします。受け取ってポケットに入れます。はい。では、ちょうど受け取ってポケットに入れたとき、突然あたりに声が響いた。言ったくりよ、誰か捕まえて。見れば女性もののバッグを持った少年がこちらに向かって走ってきます。少年はあなたたちの間を通り抜け、そのまま走り去ろうとしているようだ。このままでは姿を見失うでしょう。どうしますか？はあ、追っかけていいもんだろうか。まあ、構わないのでは。追っかけなきゃまずいか。行くぞ。はい。はい、では追いかける場合、デックスかける5の判定となります。またその前に、美穂さん、あなたはコンピューターを振ることで、ここら一帯の地形データを取得することができます。この場合、道を、そうですね、テルキさんに伝えるのであれば、デックスの判定にプラス20の補正がかかります。はい。お、素晴らしい。では、あなたたちは、デックス判定にプラス20の補正がかかります。そしてこの2人は、この判定は2人の成功数を合わせて5ラウンド中3回成功する必要があります。ということで、まず1ラウンドです。X×5、プラス20をどうぞ。お、素晴らしい。100になってる。俺100ファン以外だよ。ミヨハも DEX 振る。あ、そうですね、はい。そう、私、すぐ DEX を軽視してしまって。わかる。デックスまた低くて、みんな高いんですよね今回。ミオハさん以外。でもそれでもプラ20ですからね。はい、プラス20ですから全然、はい、65ですよ。65ですよ。あ、ダメだった。まあまあ5ラウンド中なんでね、あと4ラウンドです。では2ラウンド目どうぞ。お、素晴らしい。はい、じゃあそうですね、てるきさんが真っ先にかけていって、まあ、その後ミオハさんが気をつけながら進む感じでしょうね、これは。では3ラウンド目どうぞ。よっ、あ、素晴らしい。もう出目がいいですね、本当に。そんな感じなんですね、わかりました。素晴らしい。はい、では無事見逃すこともなく、データを頼りにしながら少年を路地裏まで追い詰めることができたでしょう。おめでとうございます。何やってんだ。あ、これ、ミオハは？
ちゃゆっくり来ました素早く動くのは苦手か。申し訳ありません。その機動力はあまり高くない個体なもので。まあ起きたばっかりだろうからな。寝起きだからではありません。そうなのか。まあそれよりだ、はい。ではですね、少年は諦めたようで息を切らしながら足を止め必死に息を整えています。ではこの少年に対してあなたたちは、そうですね、てるきさんはアイデア、みおはさんはコンピューターが触れます。お、素晴らしい。お、いいですね。はい、ではまず、てるきさん、あなたはですね、少年は12歳ほどに見えるのがわかります。かなりの痩せ方であり、腕や足に傷跡があることにあなたは気がつきます。もしかしたら虐待を受けているのかもしれないと感じます。そしてミオハさんは警察のデータベースから少年の情報を取得できます。ちょっと待ってくださいね、送ります。はい、わかりました。警察のデータベースに名前がありました。相川翼、2038年10月15日生まれ、学生。犯罪歴がありますね。窃盗の容疑で一度捕まっています。一度捕まってまたやるのか。うるせえ。そう言いながらかなり警戒をした様子であなたたちを見る。父さんに言われたんだ、金を取ってこいって。俺まだバイトもできないし、他に何をすればいいんだよ。何って、お前はまだ学生だろ。そうだよ、でも金を取ってこいって言われたんだ。そしたら盗むしかねえだろ。親父が取ってくればいいだろ。仕方ないだろ。父さんはアンドロイドのせいで仕事がなくなったって言ってた。母さんは俺たちを見捨てて家を出て行った。全部アンドロイドが悪いんだ。全部お前らのせいだ。そう言いながら少年はミオハを睨みます。仕事を奪われた者の末路ね。アンドロイドに仕事を奪われるような程度の人間であれば、いずれ優秀な人間に仕事を奪われていたでしょう。アンドロイドは関係ありません。バカにすんなよ。お前その朝どうした？なんでもない。そう言って少年はさっと隠しますね。お前は父さんが好きか？本当は優しかったんだ。そうか。父さんが荒れたから母さんが出て行ったのか。多分そうだと思う。父さんが仕事行かなくなって、それから母さんは出てったから。よし、下まで来い。くそ。連れてくぞ、ミオハ。はい、わかりました。では少年は一度ミオハを睨む
睨んだんですが、そうですね、疲れたのか顔を伏せてしまいます。あとはおとなしくあなたたちに従うでしょう。ではあなたたちが少年を連れて警視庁へと戻る。すると向こうから赤星と青木が走ってくるのが見えます。ん？あ、ハオミにミオハ、ちょうどよかった。今連絡しようと思ってたとこなんだ。そう余裕そうな表情を見せる赤星とは裏腹に、青木はジェイジェイと息を上げています。さっき緊急連絡が入ってさ、なんでも都内のビルでアンドロイドによる立てこもり事件が発生したらしい。俺たちの初仕事ってわけだ。初仕事ね。って思ったけど、なんだお前、なんか捕まえたのか？まあ捕まえたと言いますか。あ、この場合は敬語の方がいいっすか？まあ一応俺は先輩に当たるからな。じゃあこっちでは敬語で話します。なんか慣れないけどな。まあ何でもいいよ。でその子は？窃盗ですが虐待の跡があります。分かった。じゃあ担当部署に引き継いでおくね。その子預かってもいいかな？どちらかというと保護の方を。分かった。では前回も窃盗で捕まっています。ですが考慮されていなかったことを鑑みれば別のものに担当を回した方がいいでしょうね。まあ なるほど、分かった。そのように伝えておくね。じゃあその子は預けて、僕たちは現場に急行しようか。はい、わかりました。ああ、ではあなたたち4人は揃い事件現場へと向かうことになります。はい、ということでペア導入はここまでです。お疲れ様です。お疲れ様です。早かったですね今回は。いや今回はというか我々多分早いっすよ。まあ人によってだいぶここら辺左右されるね。ということで本日はここまでということで、残りは明後日ですね。おーい。から、本編開始となります。よろしくお願いします。お願いします。止め僕が開始ポチ。はい、では軽く自己紹介からどうぞ。はい、よいしょ。ボイドハンドアウト3、三柱みどりでございます。よいしょ。機械維持が得意で姉御肌気質の女性です。中華料理が好きでかなりの酒豪で、彼女が潰れているところを見たことある人間はいないと言われているほどです。これどこまで喋って大丈夫ですか？こんな人間ですよ。これは個別なんでいいんじゃないですか、何言っても。あ、わかりました。はい、はい、しかしですね、過去に一度だけベロベロに酔っ払ったことがあり、鼻からアスファルトに落ちてこの顔の傷ができました。ですがなんでこうなったのか本人もよく分かってないっていうところがあります。はい、そしてアンドロイドに対してはかなり好意的に思っており、差別的な風潮は良くないなと思っています。ただし、まあ、それを口にすることはないんですが、ただそのアンドロイド同士のマウントの取り合いであったり、人間とアンドロイドを差別するようなことがあったら間に入って咎めちゃうぐらいにはちょっとその差別は良くないなと強く思っております。よいしょ。で今回の事件のことに関しても非常に痛ましく思っており、解決に向けて注力をしようとしております。これはキャラの秘匿とかは今度喋る感じですか？あ、まあ言ってもいい、今は誰も聞いてないんでいいんじゃないかな、言っても。わかりました。多分その秘匿内容も踏まえての導入はあるのでって感じです。わかりました。はい、じゃあ秘匿内容は喋る機会があるなら今はとりあえずいい。あ、この子についてみてください。わかりました。じゃあこれで、はい、行きましょうか。はい、はい、では個別導入ハンドアート3です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい、ではうん、10年前午後7時、
賑やかな夜の繁華街をあなたは歩いている。この時間は会社帰りのサラリーマンや夜遊びを楽しむ学生などで賑わっており、街は喧騒に包まれていた。あなたはというと、今日も今日とて仕事であちこちを走り回っており、今は警視庁から出てきたところだ。普段はよくあるドラマの刑事とは違い、事務処理の仕事がほとんどなのだが、最近はあの厄介な事件のおかげであなたの仕事は倍近くに増えている。今日はなんとか抜け出したものの、ここ数日は残業続きだった。この職を選んだ以上仕方がないことといえばそうなのだが、やはり公安警察といえど休息は必要だ。あなたは繁華街から少し外れた路地へと足を踏み入れる。繁華街よりは落ち着いているが、それでも居酒屋へと向かうサラリーマンたちでそれなりに賑わっていた。あなたは路地をさらに奥へと進み、目的地であるバーが見えてくる。クローと書かれている看板が立つそのバーの入り口には、アンドロイド入店禁止のシールが貼られている。アンドロイドに否定的な人間は少なくはなく、このような店があるのも珍しくはない。あなたはそんなバーの扉を開けて中へと入る。そこまで広くない店内にはすでに何人か先客がおり、あなたはテーブル席の方へと座った。普段はカウンター席に座ることが多いが、今日は彼のあなたの他にももう一人彼の妹とも会うことになっている。あなたが座って待っていれば、やがて見覚えのある男が店へと入ってくる。あなたの同僚である白瀬京雅だ。わーり、遅くなった。仕事がなかなか片付けなくな。そりゃ大変だ、お疲れ様。ああ、お疲れ。お前飲み物頼んだ？まだ頼んでないよ。ああ、ほんと？俺はウイスキー。お前は？いい加減この店も紹興酒置いてくんないかな。こんなに通ってるっていうのに。紹興酒があるわけないだろ、バーに。ビールか紹興酒って決まってんだよ、仕事終わりは。お前ほんとおしゃれとは、なんだ、縁が遠いっていうか。そんなこじゃれた綺麗な生活できるような性格もしてねえよ。そりゃ違いない。ちった、否定してほしかったね。まあとりあえずウイスキーでいいや、同じもので。では彼はそう言いながらあなたのそばへの席へ座る。うん。はあ、ああ、心はもう少ししたら来るってさっき連絡が来た。女ってのはなんでこんなに準備に時間かかるんだろうな。それ一応女である私の前で言うか。お前女を捨ててるだろ。おい、なんてこと言うんだよ。いや、ま、今日は付き合ってもらって悪いな。あいつが合わせろってうるさくて。いいじゃないか、可愛い妹ちゃんだし、会えて嬉しいよ。きっと喜ぶよ。まあ、お前と久々にゆっくり酒を飲みたいとは思っていたし、ちょうどよかったといえばそうなんだけど。うん。そんな話をしていると、再び扉のベルが鳴った。見ればそこには見覚えのある少女が立っている。うん。キョロキョロと辺りを見渡している。そしてあなたたちに気がつき、顔をほころばせて寄ってきます。みどりさん、こんばんは。今日は急にすみません。いやいや、構わないよ。ココロちゃんのお誘いだったらいつでも。本当ですか、嬉しいな。いいね、可愛らしくって。やたら遅いと思ったら何やってんだ。だから迎えに行くって言ったのに。仕方ないでしょ。それに元はといえば、お兄ちゃんがこんなお店にするから。こんな店とかなんだよ。だいたい本当はこいつといつも通り二人で飲むところをお前が無理やり来たんだろう。うーっとして心はほっぺたを膨らませてます。まあまあ、喧嘩しない喧嘩しない。いいじゃんか、お前と飲もうと思ったらいつでも飲めんだから。たまには妹ちゃんにとってね。えそうですよね。ほらお兄ちゃん。ち、心ちゃん何飲む？あ、じゃあ私はオレンジジュース。うん、オッケー。あーと、すいません。あ、はい。ウイスキー2つとオレンジジュース1つ。かしこまりました。お食事はどうされますか？あ、だって何か食べる？あ、そうですね。おすすめありますか？あ、おすすめ。そうですね。がっつり食べたいなら今は唐揚げとかもありますし、
スパゲッティとかもありますよ。いかがですか？みどりさんどうします？おお、唐揚げあるってよ。つまみに最適じゃない。唐揚げ一つ。ああ、確かに。唐揚げはいいな。じゃあ俺はペペロンチーノでも食うか。酒飲むってのにすげえな。じゃあ、あとこの甘いケーキとかも食べたいですね。あとは、私カルボナーラも食べたい。お腹空いちゃって。いっぱい食べるのはいいことだ。おい、そんなに頼んで誰が払うんだ？お兄ちゃんに決まってるでしょ。みどりさん、それだけで大丈夫ですか？うん、問題ないよ。では今日は複雑そうな顔で絵心を見ています。少しして飲み物や料理は運ばれてくる。心はあなたに料理を取り分けつつ、自分も美味しそうに料理を口に運ぶ。その時あなたは座席の後ろ、ふと目が行くでしょう。そこにはギターケースが置かれています。そういえば彼女は出会った当初から音楽が好きだと話していたことを思い出すでしょう。いいね、ギターケース。あ、これですか？実は私、最近軽音部に入って。軽音部、いいね、青春って感じだね。もともと歌うのは好きだから、将来はその、歌手になれたらなって。いい夢だなあ。本当ですか？うん。あ、そうだ、今度初めてライブやるんですけど、よかったらみどりさんも来ていただけませんか？チケットならプレゼントするので。マジで？行きたい行きたい。本当ですか？ありがとうございます。あ、これチケットです。へえ、ありがとう。今日が来ないの？俺も。お兄ちゃんは来なくていいよ別に。振られちまったな。再来週の日曜日にやるんです。分かった。みどりさん来てくれるならもっと頑張れそうな気がします。可愛いこと言ってくれるじゃないの。いいね。では嬉しそうにあなたにチケットを渡してくれるでしょう。大事そうにしまいます、手帳に。おい、無理しなくていいからな。なに、心ちゃんの願いだったら頑張るよ。はいはい、よかったな心。今日この会に参加したいって強く望んでたのはこれを渡すため？それはついでというか、みどりさんと話したかったっていうのはダメですか？可愛いこと言ってくれるね、今日が。お前の妹可愛いな。あー、俺には可愛くねえけどな。そんなことないだろ。そんなことないもん。じゃねーって感じでみどりさんの見てます。ねえ。はい、であなたたちはそんな感じで、楽しく雑談をするでしょう。そんな楽しい時間はあっという間だ。時刻は22時に差し掛かろうとしている。もうこんな時間か。遅くなるし、そろそろ出るか。そうだな、今日は心ちゃんがいるし、あんまり深酒はやめておこう。まあ暗くなっちゃいますもんね。そうそう。では氷河は立ち上がり、心も少し不満そうであるものの同じく立ち上がる。そして兄の後についていく。君たちは生産を終え外へと出る。店を出れば空には満月が出ていた。はあ、綺麗ですね。綺麗だね。お前にも綺麗って思う心あったんだな。どういう意味だ？いや、なんでも。お前は思わないわけ？あんなまん丸なお月様見て。別に。はあ、風情ってもんが分かってないな、心のお兄ちゃんは。本当ですよね。よいしょ。ではあなたたちはそんなことを言いながら帰り道を歩いている。
ごめんなさい。お店に忘れ物してきちゃったみたいで。ちょっと取りに行ってきます。うん、ついてかなくて大丈夫？大丈夫です。うん、オッケー。ではそう言いながら心は駆け出し戻っていく。その様子を呆れた瞳で京雅が見ている。うん、はあ、騒がしい奴だな。まあ元気があっていいじゃない。そう言いながら少しだけ心配そうにその背中を見送っているのはあなたの瞳にはわかるでしょう。うん。心配ならついていけばよかったんじゃない？そんな子供でもねえだろ。わかんないよ。うん。でも今日は助かった。うん。あいつもお前に会えて嬉しそうだったし、俺も気が和らいだ。私だって嬉しかったよ。久々に会えて元気そうでよかった。ああ、最近はやることが多くて少しめいってたしな。あ、そうなの。ほら例の、最初はただの殺人事件かと思われたけど、そうでもないらしいし。あの件か。そうだな。もともとは一家の担当だったのに俺たちまで駆り出されたくらいだからな。上にその理由を聞いても答えられないところを見るに、自分たちで調べろってことなんだろう。なんかまどろっこしいよな、そういう上下関係だったり。本当にな、たまに窮屈になる。本当だよ。事件解決したいんだったらみんなで力を合わせてが一番早いのにな。まあ事情があるのも分かんなかないけどね。いや、ああ悪い、仕事の話は今するもんじゃねえな。油断するとすぐに仕事のこと考えちまうな。お前そういうとこあるよな。お前はそこら辺は切り替え早そうだよな。そりゃそうよ、仕事が終わったら酒かっくらって寝んのが一番。やっぱりお前本当に女か。女だって。あ、そうそう。あ、氷河はふとポケットから何かを取り出し、あなたに投げて渡してきます。うん。はい。うん？なんだこれ。見ればそれは小さな紙袋のようだ。中見ます？はい、見てみます。では中を開けば、そこには小さな鈴のようなものが入っている。シルバーで細かい彫刻が施されたシンプルながらも上品なデザインだ。これに対して知識もしくは博物学が触れます。知識、はい、メインで振っていいですよこれは。はいはい。興味なさそうです。興味なさそうです。そうですね、ないんでしょうね。はい、ないでしょうね。何これ。え、お前知らねえの。うん。ああ、鈴？ディアベルってやつだよ。おう、ディアベル。ティアな。ティ、涙のティア。ああ、なんか涙が落ちる音みたいな澄んだ音色からそういう名前がついてるんだって。へえ、これはまたこじゃれたもんを。なんで唐突に。偶然見つけてな。たまにはこういうのも悪くないって思っただけだ。深い意味はないし。なんだよ。いや、口説かれてんのかなと思って。はあ、んなわけねえだろ。ただ、ああほら、お前には少なからず世話になってるから、いらなかったら売るなり捨てるなりすればいい。そんなことできるわけないだろ。ありがたくいただくけど、私もなんか返さないとな。いらねえよ。心も世話になってるしな。心ちゃんの世話した覚えはねえよ。私だって会いたくて会ってんだ。そうか。ではほんの少し照れくさそうに頭をかいている。普段人に物をプレゼントすることは滅多にない男からそれにあなたは驚いたことだろう。ごめんなさい、お待たせしました。うん、全然あった。忘れ物ありました。あ、何話してたんですか。うん、いや、おしゃれなものがあるらしくって、私にはない知見を教えてもらっていただこう。おいおい、せっかく聞かれたから答えてたのに。あ、いいだろ、早く帰るぞ、暗くなる。まあ確かにな、それは一理ある。ねえ、何、教えて教えて。ほら帰るぞ。内緒だって冷たいお兄ちゃんだね。ですよね、もっと言ってやってください。
ま、ひとまずこれ以上遅くなっても、まあ警察がついているとはいえ、変なことに巻き込まれるのもあれだし、今日はおとなしく帰っておきますか。はーい。ん？ではあなたたちは再び3人で歩き出す。ふとあなたはライブのチケットに視線を移す。ここから近くのライブ会場で開催されるらしく、学生バンドが中心のライブのようです。彼女はどんな歌を歌うんだろうか。時間があれば足を運んでみてもいいかもしれない。それまでに今抱えている事件が解決すればいいのだが。そんなことを思いながらあなたたちはキルアへと着いた。しかしそんなあなたの願いは叶うことはなかった。それから1週間後のことだった。心が行方不明になったと報告が入ったのは。といったところであなたの同時はここまでです。はーい、はーい。どうなるんでしょうね。ちょっとこの短い間で京賀と心ちゃんと仲良くなりすぎて苦しいです。仲良くなってください。はい、一旦じゃあ録画は止めます。はい、じゃあこの後はペア導入となりますので、しばらくサブの方でお待ちください。で、ひよりんさん呼んできていただけると嬉しいです。はい、承知いたしました、はい、お願いします。あ、で、画面を閉じておいてください。はい、はい、よし、 OK です。では、はい、一応軽く自己紹介していただけますか。はい、はい、アユサヒボイド、ハンドワード4番旧型アンドロイドを握らせてもらいました、ヒヨリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上で大丈夫。いいよ、全然もう他にことないよ。そうですね、はい、じゃあやりますか。はい。ではハンドアウト4、あなたの個別導入となります。はい、よいしょ。暖かい日差しが降り注ぐ中庭で子供たちが笑っている。その中央にいる少女の歌声に懐かしさを覚える。ここはどこだろうか。記憶はおぼろげだ。彼らに手を伸ばそうとする。しかしその手は届かず、映像にノイズが走った。システム起動中、システムチェック開始、システムデータベースへ接続中、ネットワークへ接続中、地形データリンク開始、システムオールグリーン、これより起動を開始します。 X000 起動しろ。ゆっくりと目を開ける。まず目に入ったのはコンクリートの壁と床、地面に転がる廃品の数々、そしてあなたの目の前に立つ男と、その後ろから顔を覗かせるよく似た少年少女だ。状況を解析しようとするが、うまく思考がまとまらない。自分がなぜここにいるのか、自分は何者なのか、目の前にいる彼らは何者なのか、かろうじてわかるのは自身がアンドロイドであるということのみだ。無愛想で鋭い目つきのその男はあなたをまっすぐ見つめる。協力してほしい。事件を止めるために。そう告げる。そこで再びあなたの意識はシャットダウンした。腹部に衝撃を確認。至急確認してください。あなたが目を開ければ、そこにはあなたの腹部で勢いよく跳ねる昨日の少年がいた。どうやらあなたを起こそうとしているようだが、このままではアンドロイドといえど機体に損傷ができてしまう。ちょっとニート、あんたまたる機械を乱暴に扱って。そんなんだからいつまで経っても半人前なんでしょ。その近くでは同じく昨日見た少女がおり、少年に声をかけている。少年はあなたが目を開けたのを確認すると、あ、やっと起きた？今日が呼んでるぞ。そう言い笑う。あれ？まだ起きてない？あ、ずれちゃった。これ、こ
これ今こっちでいいですかね。あ、大丈夫ですよ。はい。差分を変えました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。こっちですね。はい、そっちですね。はい。なんだうるさいな。あ、喋れるじゃん。やったやった。ほら、今日が呼んでるよ。行こう行こう。え、これは今なんだ。記憶とかは？普通に何気なくいつも通りの日常で起きた。自分がアンドロイドという自覚はありますが、それ以外のことは覚えてません。今起きたんだもん ね。今起きました。はい。なんかがあって、はい。はい。ほらほら、早く。いや、今日って誰だ？行けばわかるわよ。行けばわかる。ここはどこだ？説明が足りない。それも説明するから、ほら早くこっち。はあ？起きます。はい。では少年少女はあなたの手を引っ張り、施設内を歩いていく。地下にあるというこの施設は、ところどころに設置してある電球が辺りを照らしている。昨日この施設で目を覚ましたあなたは、大した説明も受けず、何が何だかわからないまま、検査を受けたり、機体をいじられたりして、今に至る。ふんふんふん。あ、そういえば自己紹介がまだだったな。僕の名前はニト。将来世界を揺るがすマッドサイエンティストだから、お前も仲良くしておいた方がいいぞ。あ、そう。そっちは？私の名前はリート。そこにいる自称マッドサイエンティストの姉。そいつの言うことを本気にしなくていいから。本気になんてしてない。大抵こういうのはただごとだ。そんなこと言うなよ。あ、お前の名前は？名前？うん。わからん。ほー、そうなんだ。あ、じゃあ僕がつける？ポコ太郎なんてどう？お前だけは絶対に嫌だ。なんで？その今日ってやつはどんなやつなんだ？今日はね、すっごく優しいんだよ。お前たちの心配しなくても今日がつけてくれるから。そっちの方が信用できそうだ。ただ少なくともニトよりは私の方が信用できるわよ。それは言えてるが、うん、ただお前らよりもまだ少し信用できそうな気配がある。さっさと連れてけ。わかったわ。ほらこっちよ。そんな会話をしながら君たちは歩く。やがてとある一室にたどり着く。ニトがその扉をノックもせずに開ける。中に入ると、そこはたくさんのモニターに囲まれた管制室のような場所だった。モニターには監視カメラやドローンから映像を拾っているのであろう外の世界が映し出されている。その世界の中央、モニターを見ていた男はこちらへと振り返った。来たか。ニート、リート、助かった。もういいぞ。ニートとリートは男の両隣に立ち、男はそんな彼らの頭を軽く撫でる。昨日は大した説明もなしにすまなかった。俺は今日だ。一応この組織をまとめている。あんたが今日か。ああ。この組織って、そもそもそこにいる二人は何も説明をしてくれなかった。ここがどこで、僕はなんで、何をしているところなんだ。ああ、一つずつ説明していく。そうだな、まずはお前の状態からだ。お前は機体の損傷が激しくてな、こっちでいじらせてもらった。まずお前の今の体の調子はどうだ。普通に歩ける程度には動けると思うが。ではあなたはその言葉を受け、改めて自分の体を確認した。あなたの体はまだぎこちなさは残るものの、今日が言う通り修理はされたらしく、特にこれといった不調はないとわかるでしょう。特に問題はなさそうだ。ああ、よかった。次に俺たちの組織名、スパローという。普段は人間から逃げてきたボイドの保護や失業者の支援なんかをやってる。と言っても俺たちはボランティア団体じゃない。とある事件を追ってる。どんな事件だ？10年ほど前、とある一家の両親が惨殺死体で発見されてな。その家の子供が行方不明になったのが始まりで、それから短期間で似たような事件が多数起こった。
その後も事件は続き、警察も犯人をつかめずにいる。ここ数年落ち着いたように見えたんだが、また最近似たような手口の事件が起こり始めてな。この組織の人間、アンドロイドたちはこの事件を止めるために集まっている。みんなそれぞれ事情は違うが、目的は同じだ。しかしやはり捜査といっても、警察でもない俺たちには限界がある。そんな時お前を見つけた。この地下施設を調べていたらたまたまな。かなり古い機体のようだが、それとは裏腹に性能は他のアンドロイドに劣らないどころかそれ以上。こんなアンドロイド初めて見た。すまない、あまり前の記憶がないんだが、僕がここにいたのか。俺たちが見つけたのはここの地下施設を捜索した時だ。お前は何らかの理由でここにいたんだろう。X000 なんて型番も初めて見たしな。ポコ太郎はどこから来たんだろうね。勝手に呼ぶな。ポコ太郎？なんだそのふざけた名前は。勝手に変な名前をつけるな。名称がないと呼びづらいだろう。ああ、今日あんたが決めてくれ。わかった。そうだな、お前はレオはどうだ。レオ ?000 だろ。ああ。ポコ太郎なんていうふざけた名前より全然いい。それで行こう。まあ話がそれた。それでお前に頼みがある。頼みと言われても、僕が今どれほどのポテンシャルがあるのか自分で自覚していない。こなせる可能性はわからないぞ。そこは大丈夫だ。お前の能力を見込んで頼みたいんだ。で？内容はな、近々日本の警察組織にもボイドが導入されることになる。それでだ、お前もそのボイドたちに混ざり警察に侵入して情報を取ってきてほしい。いきなりこんなこと言われて混乱するだろうが、お前の力が必要なんだ。頼む。今日、あんたは僕を発見したその時からその三段をつけていたのか。そうなればいいと思っていたが、実際お前の能力を見て確信した。お前ならできると。なるほどね。まあ今ここにいる限り僕は君たちの保護対象の一体ってわけだ。そうなるな。しかし共に戦ってくれるなら俺たちは仲間だ。戦うか。以前の僕が何をしていたのかはわからないが、僕がアンドロイドである以上、何か使命や役目がなければ起動している意味がない。すべて把握したわけじゃないが、あんたは恩人みたいだ。他にやることもないし、今聞けるものは聞いておいてやろう。そうか、ありがとう。それに今の自分がどれほどの力があるのかも知りたい。自分で分かっていないが、どうやらあんたは詳しそうだし、いろいろと知ってるようだしな。見込まれた機体の性能を確かめたい。そうか、ありがとうレオ。別にやることもないしな。では今日はアンドロイドよりも不愛想なその男は、その口元を少し緩める。これからよろしくレオ。ようこそスパロへ。なあ、よろしく。ああ、レオってかっこいい名前だな。どうする、お前どんな風に改造してほしい。そういえば、あんた改造する気？メンテがどうとか言ってたか。うん、あんた今日俺のボディはこいつにメンテされるのか。ああ、基本的にはそうなるが。腕は？いや、第一印象としては不満だ。なんでだよ。よくわからないものを腕に取り付けられてもしたらかなわん。うん、
じゃあ一緒に相談して決めてこうよ。こういうのが欲しいとかあったら遠慮なく言ってよね。今日腕は確かか、こいつ。ああ、こんなんだが腕は確かだ。なら構わん。やったー。ちょっとニート、変な改造とかしないでよね。うんうん、任せて任せて。じゃあ早くレオの好きそうなパーツとかいろいろカタログ持ってくるな。好きにしろ。随分と賑やかな組織に入ってしまった。あなたはもしかしたらそう思ったかもしれない。とても恐ろしい事件を追っている組織には見えないが、あなたもこの組織スパローの一員となったといったところで導入終了です。ほう、ここで、うん、ここでなんだ。はい、ここで終了です。ここから1年やるんじゃないんだ残念ながら1年間やるのかと思ってた。はい、でこの後、ペア導入やるんですが、はい、この画面、導入画面は閉じてください。はい、ってことはあれか、別のココフォリアもこの設定をする必要があるってことですね。そうそうそう、立ち上がったりなんなりの。はい、じゃあ一回録画終了します。よいしょ。よし、ではペア導入いきましょうかはいはい、不安だな。 なんでうちの相方ガンダムなんだろう不思議ですね。どうしたんですかね。人型に寄せてって書いてあったの概要に。人型ではあるキャラ紹介とかは全員集まってからちゃんとやるってことでいいでしょ。そう、ちゃんとやる感じで、うんうん、はい。まあ導入的にも初対面だしな、ここは、うん、この状態では落ちてなかっただろう。だとしたらなおのことどうでしょうねどうでしょうねはい、じゃあいいですか。はい、問題ございません。はい、では、ペア導入、ハンドアウト3とハンドアウト4開始していきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、1年前午後4時、廃品置き場にて。その日は朝から雨が降っていた。朝の天気予報で今日は一日降水確率が高いと言っていたのを思い出し、自身も車から降りて傘を差す。みどりさん、あなたは廃品置き場の中を歩いて行く、はい、ドラム缶や乗り捨てられた車、そして違法投棄されたボイドの残骸、見ていて気持ちのいいものではない。普段はあまり来るような場所ではないが、あなたの今日の任務はこの近辺のパトロールだ。明らかに他の刑事から雑用を押し付けられたのだと確信しながら周りを見渡す。廃品置き場は特に異変がないように見えた。あなたはそのままこの場を後にしようとするだろう。その時だ、後方からわずかにアンドロイドの起動音が聞こえた。うん、あなたはそちらに目を向ける。そこには他のボイドに紛れて眠っているアンドロイドがいる。メモしをどうぞ。はい、メインですか、一句ですか。あ、メインでいいですよ。はい、任せてください。任せてくださいよ。任せてくださいよ。さすがですね、本人いるって。本人本人言ってもらった方がいいのだよこれ。本人いるって。もう任せてってば。素晴らしい。ではあなたはですね、機体が所々損傷してはいるものの、ボイド特有のマークが未だ光り続けている。古い機種のようで、型番は AX000 と彫られています。初めて見る機種です。そしてそうですね、他のボイドと比べて随分と装甲が厚いですね。装甲が厚い。はい、顔が隠れているので本当に珍しいなって感じです。え、これが落ちてるってことですか？これですよ、落ちてるのは。これが落ちてるってことですか？これ落ちてますよ、はい。え？ボイドって愛着が持てるように人間に寄せられた作りしてるんじゃなかったっけか。あ、もしもし。ではそのように調べ、あなたが声をかければ、突然目の前の彼と分かっていいでしょう。彼は目を開けます。あなたはまず驚いてしまうでしょう。え、目、え、目、目どこ。光がつきましたね。ああ、もしもし。
じゃあ声かけられてみたいな小さいうめき声を上げながら、周りの外装がボロボロと崩れてその中から出てきます。おお、びっくりした。何このタイプ、初めて見たんだけど。なあ、え、誰誰、だ誰ですか。警察です。警察、はい。僕、え、ここは、ここは廃品置き場です。なんで、なんでこちらが聞きたいな。え、あの、え、僕はアンドロイドですよね。まあ多分ね、初めて見た型番だけど。ああ、じゃあ僕は誰だ。誰だ、記憶がないの。はい。メモリーの損傷ですかね。まあかもしれないね。え、さっきのパワードスーツ何。パワード、え、何ですかこれ。う、着てたんだよこれさっきまで。着てた、うん、はあ、まあかっこいいですね。私もこの方がかっこいいと思う。ああ、あの、すいません、うん、何もわからないみたいで。いや、まあ、傷つけちゃったら申し訳ないけど、ここにいる時点で不法投棄されたボイドであることには間違いないだろうから、なんかおったのかもしれないけど。え、僕不法投棄されたってことですか。まあ、一見見る限りはね。え、いらんこってことですか。いらんこかどうかはわからないけど、っていうか、でも申し訳ないけど、さっきの型初めて見たから、あれが何に使われてなんでここにいるのかもよくわかんないかもしれないわ。型も何もこれ別にただのパーツみたいですけど。いや、だからこれをつけているボイドが使われていた現場が想定できないから、なんで捨てられてるのかの推測がちょっと立たないんだけど。わ、はあ、かんないですね。わかんないね、困っちゃったね。なんでしょうこれ。でも持って帰ったらかっこいいし。ああ、でも廃品ですよ。 あ、僕もか。ああ、直してあげよっか。直す、うん、あとボイド本体じゃなくてそっちのスーツの方ね。ああ、僕的にはこれが何なのか分かってないんで、どっちでもいいんですけど。ああ、そう、かっこいいのにな、もったいない。つけてたってことはなんかそういう感じなんですかね。何そういう感じって。え、もともとこういうの好きだったのかなって。ああ、じゃない、こんな大きなパーツつけて歩く人、はあ、なかなかいないだろうしな。でもこれ本当に重いだけですよ。え、かっこいいよ。何かが出るってわけでもなさそうですし。ああ、なんだ、まあ、うん、僕のこの記憶を取り戻す手がかりになるんだったら、もう全然なり得るんじゃない。え、回収するんですか僕は。え、だってここにいるの嫌じゃない、雨すごいし。嫌ですけど。うん、いいよ、うちおいでよ。警察ですよね、うん、え、突き出されます、捕まります。僕、え、なんか捕まるようなことしたの。不法投棄、不法投棄されてただけで自分はしてなくね。そうか、自ら廃品ですってやってきたわけじゃないでしょ。でもいちゃいけない場所にいたのかなって。いちゃいけないも何も、まあ好ましい場所ではないかもしれないけど、あんた何もしてないでしょ。はあ、うん、まあなんかしてたとしても覚えてないんですけど。うん、じゃあいいんじゃない。あ、まあ僕がアンドロイドであるということだけは理解できてるので。はいはいはい、なんというか指標がないと何もやることがありません。おお、なのでついてこいというのであればついていきますけど。おお、とりあえず一旦うちおいでよ。まあせっかく目覚めたんだったらメンテして治って
記憶も戻るといいね。そうですね。うん。はい、ではですね、立ち上がろうとするんですが、鶴波さん、あなたは足を損傷しているのか、うまく立ち上がることができないようです。うん、どうした？すいません、足を負傷しているようで、メンテ以前の問題かもしれないです。足を負傷か、さ、なんとかできるかな。この場には廃品しかないですし、どうなんでしょう。担ぐと言っても僕は結構重いですよ。マジでびっくりするほど力ない私。そうですね、肩を貸したら歩けそうではあるなっていうのは分かっていいですよ。うんうん、あ、支えがあればなんとか。あ、本当なら、まあ私でもいけるかも。一応動きはするので。よかったよかった。はい、どうしようかな。別に報告するほどのことでもないんだよな。本当はしなきゃダメなんだろうけど。本当はしなきゃダメなんじゃないですか。うん、めんどくさいじゃん、それでどうこうなるの。後々どやされた方がめんどくさくないですか。どやされてる分には聞いとくだけでいいから、聞いとくだけでいいからさ。今報告したら手続きとかが発生しちゃうから。はあ、うん、まあ現状僕には従うことしかできませんし。嫌じゃなかったら、うん、嫌じゃなかったらうちおいでよ。はい、はい、ではみどりさんは鶴波に手を差し伸べ、その手を鶴波が取る。その時、機体から音声が鳴る。システムチェック開始。システムデータベースへ接続中。ネットワークへ接続中。ユーザーベースへ接続中。ユーザーの登録を開始。三柱みどり、ID4906000、ユーザー登録を完了しました。どうやら誤作動で登録されてしまったようだ。ユーザー登録、あれ、こんな勝手になるもんだっけ。いや、誤作動だと思う。誤作動でユーザー登録されてしまったんですか。うん、多分ね。三柱みどりさん。うん、ピニオンで。はあ、構わないんですか。なんで登録されてしまいましたけど。なんか困ることある。僕はないですが、うん、あなたの方はないんじゃない、困ること。そうですね、三柱さんは警察なので、アンドロイド、相棒のアンドロイドが登録されたということは、警視庁に報告はしなきゃいけないなっていうのはわかりますね。あー、しくった、警視庁に報告しなきゃいけなくなった。現状他に登録してるアンドロイド隊はいないんですか。いないはずだね。はあ、マジか。別に解除していただいても。いや、まあなんかきっと縁だったんだよ、これも。なるほど。うん、では成り行きですが、あなたは私のマスターということで。おお、そうだね。ではマスターと。別に肩肘張らなくていいんだけどね、緑でいいのに。いえ、さすがにそれは。なんとかしてこの外装持ってけないかな。これかっこいいのにもったいないよ。徒歩で来たんですか、車両なんかは。車両、まあ車あったと思う。腕は動きますし、うんうん、歩行さえサポートしていただければ僕の方で持ちますが。うんうんうん、じゃあ積んで帰るか。はい。君パンダ平気？パンダ、うん、平気かどうかはわからないです。接触した記憶がありません。パンダって言ってもロボットなんだけどさ。はあ、うちにでかいパンダのロボットがいるんだけど、そいつとだけ仲良くやってもらわないと困るかな。そうですね、それだけ聞くと自信は死ぬほどないですけど。ないの？なんで？可愛いじゃんパンダ。でかいパンダ、でかいと可愛くなくないですか。可愛いじゃん。はあ、大きくなった分可愛さも増えていくんだよ、そういうのは。そういうものですかね。うん、叩きつけられたりしません僕。まあ機嫌悪くなければしないんじゃない。機嫌悪かったらおしまいってことですか。わかりました。まあ、名前はササっていうからよろしく。ササ。うん、ササ。はあ、あとそういえば名前どうしようか、ないんだよね。
記憶にはないですね。なんかこう僕のデータベースには。なんかこうなりたいとかないの？こうなりたい。うん。記憶を戻したいとか。まあそれはそう。なんというか今起きたばかりなので飲み込めてないというか。ただ自分がアンドロイド体だということはわかるので。はいはいはい。どういう立ち振る舞いをすればいいかはわかるんですけど。ただ現状本来人を助けるべきであるアンドロイドがこう肩を貸していただいている状況にあまり芳しくはないなと思っております。別にそんなことないけどね。人間だってアンドロイドだって命じゃん。変わんないって。はあ、うん、すいません。なんで謝る。いえ、肩を貸していただいているので。いいのよ別に。名前どうしよっかな。名前黒いなお前。そうですね、黒いですね。黒くて転がってたから。そうだな、じゃあズルバミとかどう。黒くて転がってたからから連想するんですね。ズルバミってまあ植物染料のことなんだけど、どんぐりから色取るんだよね。なるほど。うん、でもどんぐりだとちょっとダサいから。さながらあの外装はどんぐりの帽子ですかね。あ、そうそう、うまいこと言うじゃん。え、はあ、いいじゃん、つるまみで行こうよ。まあどんぐりじゃなくて安心しました。どんぐりでも別にいいけど。私は いえ、さすがにそれはちょっと。まあ命令とあれば構いませんけど。まあでも笹とどんぐりはちょっとややこしいから、つるまみにしとくか。ややこしいですかね。笹とどんぐりだいぶ違いますけど。でもどっちも植物だなってなっちゃうから。でもどっちかっていうとパンダの方がどんぐりに近いですよね、フォルムが。あ、あーまあ確かにね、どんぐりっぽいですよ。笹はね、一番最初に要求されたものが笹だったから名前が笹になってよ。じゃあ僕が目を覚まして第一に笹って言ってたらどうなってたんでしょう。君も笹になっていたよ。おしまいですね。よかったです。うん、いいじゃん。僕の名前が誰にならなくて安心しました。そうね、つるばみですね。うん、わかりました。そう名乗ります。はい、じゃあスーツ回収してパトロールも終わりでいいかな。時間的に仕事終わってます？そうですね、終わっても問題ないです。というかそれよりも休養の案件ができちゃったって感じですね、どっちかっていうと。あ、そっか、報告しなきゃいけねえんだ。まあいいや、一旦車行くか。スーツ持って。はい、手伝えることは手伝いますので。ああ。だったら鶴紙を車に置いといて私が運んだ方が早いな。で、そんな運ぶぐらいだったらあんま歩けないから足手まといですかね。すいません。足手まといってわけじゃないけど、そっちの方が早いなと思って。はあ、うん、じゃあ待ってて。待つですか。うん、わかりました。はーい、スーツ回収して車に積み込めます。はい、わかりました。ではあなたたちは揃って警視庁へと向かうことになった。はい。そして鶴波があなたのパートナーロボットに指名されたのはその数日後のことでしょう。うん。2050年10月15日午後4時、廃品置き場にて。今日もあの日と同じように雨が降っていた。うん、緑さん、あなたは今日も同じようにパトロールのため廃品置き場へと訪れている。はい。一つ違うことといえば、隣にパートナーであるアンドロイドがいることだろうか。うん、あなたたちは傘を差しながら歩いているところだ。1年前のことを思い出すのかもしれないし、明日から配属することになる新しい課について考えるのかもしれない。ふぅ、また廃品周り担当すんのか。これ雑用なんだよな、めっちゃ。まあそうみたいですね。完璧に署内の状況を把握したわけじゃないですけど。明日から新しいとこ行きますっていう前日なのにまた雑用か。なんかやったんですか過去に。なんもや
まあ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 。まだ出会って付き合いは短いですけど、少々破天荒なところが見受けられましたから。破天荒かね、そんなことはないと思うけど。勝手にお察ししておきます。さて今日は大丈夫かな、っていうかボイドこんなとこに不法投棄すんだよな本当に。はい、ではそう言って目をやればふと遠くに人影があることに気がつきます。お近づきます。誰がいるよあそこ。不審者ですか。かもね。行くか。はいはい、ではあなたたちが近づいていけばそこには金髪に眼鏡が特徴的な女性がいるのが見える。そうですね、緑さんはアイデア、そして鶴波さんはコンピューターが振ります。ほう、アイデア90。はい、高っ。メインでいいです。発狂したら終わりだよ。メインで振ってんだよね。メインでいいですよ。はい、はい、まあ、高いんだな。コンピューター高いんだな。えらいじゃん、出てきて。コンピューターしかできないんだな。もうやめろ、 PL にネタバレしてくんの。やめろ。こいつコンピューターしかできねえんだよな。あ、高い、本当だ。こいつコンピューターしかできねえんだよ。今だけだよ、笑ってられるの今のうちだぜ。サケコ、もう何の宣戦布告だ。お前がいないとどうなるか分かってんだろ、サケキは。はい、ではまず、みどりさん、あなたは彼女の顔を知っています。名前はキユミナツオ。明日から同じ課で働くメンバーです。事前に見たデータにはもともとどの課にいたのかは書かれていません。どこか寂しげな印象を受けたでしょう。そしてコンピューターに成功したツーバミさんはこのような情報がわかりますね。よいしょ。ほう、はい、警察のデータベースから情報を取得することができました。マスター。はい。データベースと情報を照合して、前にいる彼女の情報を得得したんですが、はいはいはい。生年月日にエラーが発生しています。生年月日にエラー？ええ。ですが、公安局刑事課アンドロイド事件捜査係所属、犯罪歴はないですね。うん、泥かか。キユミさんだっけ？何してんの？あ、彼女が見つめる方向には廃棄されたアンドロイドが転がっている。彼女はそれをただ見つめていたが、あなたに声をかけられあなたの方を見る。あなたたちは確か、おい、明日から泥化所属の刑事とアンドロイドです。はい、そう、私もパトロールを。同じエリアに。はいはいはい。ごめんなさい、考え事をしていて。うん、考え事？大したことではありません。ただ人型のものが捨てられているとなんだか変な感じがして。これ気分悪いよね。そうですね、ボイドの違法投棄なんて今に始まったことじゃないんですけどね。うん、まあそうね、気分悪いけどね。僕たちはあくまで機械ですから、壊れれば捨てるしかないでしょう。なんで、直せるじゃん。直せなかったからここに来たのではないんですか。でもこれ不法投棄だから正直どんな事情があるのかわかんないんだよね。まあ処分にも費用はかかりますからね。まあただシンプル気分悪いのはわかる。そうですか。うん、アンドロイドって人と同じように話して動いて笑って見た目もほとんど変わらないじゃないですか。うん、そうだね。なのに捨てられる時は一瞬なんです。うん、人間はお墓に入るのに、アンドロイドは人形と同じゴミ箱に入れられるだけ。うん、あなたたちはどう思いますか。
人とアンドロイドって何が違うんでしょうか。何も違わないとは思うけどね。まあ概念的なことを言えば、人体と機械の体、そこが違うに値すると思いますし、それにたまたまこの国を滑る人物がその機械の体だと思うタイプの人だったってだけではないんですか。例にマスターのように、それにあなたのように、そこら辺に転がっているアンドロイドに対して慈愛の心を持ってくださる方もいるみたいですし、いろいろいるんでしょう。そうだね。なんかなんだろうね、ここに転がってるアンドロイドがどんな人間関係、人間じゃねえか、まあいいや、人間関係持ってたのかわかんないけどさ、関わってた人はいるはずなんだから、ちゃんと弔ってやれよとは思うよね。弔うですか。うん、弔うぐらいだったらまだ炉に入れられてエネルギー資源として再利用された方が僕としては嬉しいですが。なんて悲しいこと言うの、弔っちゃうよ私。ああ、とはいえ土に埋めればそれは環境の汚染にもつながりますし。あーんとごめん、弔うっていう行為をしたいわけじゃなくて概念的な話、エネルギーになるんだとしてもちゃんとお別れはしてあげてほしいよねって。これ明らかに不法投棄だから、そういうのしてなさそうじゃない。なるほど、すいません。うん、そう、あなたたちは仲がいいのね。仲いい、うちら出会って数日ですけれど。だって1年後です、これは。あ、もう1年か、1週間だと思ってた。勝手に、ごめんなさい、1年後です。 あ、じゃあ俺もう外装着てるわ、うわ、知ってた。まあいいや、あの部屋にあることにします。はい。あの1年間でそういうのに興味を持ち始めました、彼は。わかりました。はい、仲いい、もうそうね、仲いいかも。ではふと、え、仲いいよね。僕ですか。うん、あ、お答えになられたので必要はないかと思い失礼しました。私だけが友達と思ってるパターンかと思っちゃったじゃん。友達ではないのでは。まあ、そういう例えなだけであって。はあ、まあよくはしていただいています。うん、人間とアンドロイドの関係ですが、はい、本当にまるで人間の友達に語りかけるように接してくれますよ、マスターは。です。そう、いいわね。何が。ああ、キュウミが答えようと口を開いたその瞬間、呼び出し音が鳴り響く。出ればそれは黒田からの連絡だ。聞こえるか、お前たち今どこにいる。廃品置き場です。都内のビルでアンドロイドによる立てこもり事件が発生した。マップを送信するから現場に急行してくれ。私たちも向かう。了解。通話は切れる。見てみればキウミはすでに自身のバイクにまたがっている。そばにはアンドロイドだろうか、大型犬が彼女についています。予定変更のようですね。私は先に向かいます。お二人も気をつけて。はい、OK。事件だって、行くか。みたいですね。外装がなくてよかったです。うん、そうね、あの重たいの着てたら走りの無理だったろうからね。廃品置き場だったので邪魔だと思って。うんうん、こうそうしたみたいでよかった。向かうよ。軽量化できればあれをぜひ着て戦いたいところではあるんですけどね。軽量化は検討します。はい、ではあなたたちもキウミの後を追うようにそのまま向かうことへとなる。はい。おお、いいね。あ、でもこれ別シナリオで見たことある。見覚えるね。やってくれたやつだ。見覚えるねと言ったところで、ここまでです、導入。あ、そうなんだ。いや、導入はここまでです。へえ。はい、お疲れ様です。そんなおとなしかったんだ、ひよりんさんの子。でどう見てもおとなしいでしょう。そういう、いや、パワードスーツの印象が強すぎて。中身知ってたでしょ、だって君は。知ってたけどさ、なんかこんな感じなんだね。
いや、パワードスーツ着てたらちょっと変わるけどね。うんうんうん。あの長1年の過ごしてる間に、うん、あのまあ緑のことを知ってたわけじゃない、うんうん、で自分はもう、まあ、初日から今回導入でやって分かったけど、うん、もう肩貸されるわ座ってろって言われるわ本来人を助けるべきアンドロイドなのに自分は目覚めて早々何もできんなってことにずっとそれを気にし続けていて、うん、せめてあのせめてこの彼女の隣にいるアンドロイドが屈強なものであり見栄を張らせたいという一方的な気持ちからパワードスーツに身を包み署内を歩くようになりました。なのでスーツ着てる時の署内ではうむとか言うよそんな事情などつゆ知らずパワードスーツがかっこいいという理由だけで手を貸してしまう宮下パワー署内でパワースーツ着てる時に任務受けたら了解した休校する今いいな脱いでる時は大丈夫ですかねいいなちょっとはあの自信持つパワー続けてる時だけ自信家になるから少しは。いやいいですねいいキャラですね1年間でそういう変化がありました、ね、せめて何もできない自分だけどせめて彼女の隣にいて署内を歩く時は彼女のパートナーは強いと思わせたいっていう思いからパワードスーツを着るようになりました、はいいいですね。はい。さあどうなっていくんでしょうか。いつでも着れるようにね、スタンバレるようにしといたんで、ちゃんと設定変えて。ね、いつでも変身できるんで。はい、これを踏まえて、まだ本編が始まるという形になります。はい。楽しみですね。